です。これですね、型紙取れましたので、こっち側から取りまして、これ反転したんですけれども、こちらのですね、フェンダーからこれを型を取って、で叩いて、作っていきたいと思います。でですね、これ錆びてますけど、表面だけですから、これなるべく材料を無駄にしないですね。あ、でもちょっと大きめに。こういう感じですね。で、立ってみます。あと別で、型紙取ったやつがあるんで、これもですね、ついでに。これで、取ります。ではね、カットしていきます。とりあえずですね、切ったんですけども、これ1枚でですね、叩こうとすると結構折り目がたくさんあるんで、ここで一旦切ってこっち作ってこっち作ってで、ここを最後に、まあ溶接して、やろうかと思います。そっちの方がね、多分、早くいくし綺麗にいくと思うので、そういうふうにします。とりあえずこっちはもうこの半分だけ、これはこっちでこう使って。
一応ですね、二分割にしまして、まあ、ここはそんな腐ってないんで取り替える必要ないんですけども、一応ですね、まあ、鳴りで、作りました、こういう感じでこうなるんですけども、ここをちょっとカットします、でここ、ここは出っ張りますね。でここはですね切ってしまうと、耳のこののりしろがあるんで、まあでもちょっとギリギリでこうこっちもちょっとカットしてですね、で少しずつ、叩いて少しずつ小さくしていって、やりたいと思います。でこれがある程度まとまってからですね、こっちをいきたいと思います。でこれはですねただ、1、2ってこう降りてるだけなんで、ただねちょっといくらかこそってるんで、まあ、面倒といえば面倒なんですけど比較的こっちに比べたら、楽だと思いますので、そんな感じでやっていきます。ちょっとね、型紙を作ろうとしたんですけどもちょっとうまくいかなかったので、ちょっとフリーハンドで、こういう感じでこういう感じで、作りました。まあここの足が短いやつはですね、こっちでこういう感じでつけまして、長いやつはこういう感じでつけまして、で、ここはですね、別でですね、こういう感じで、まあ張り合わせてっていう感じですかね。これはもうここ生きてますんで、まあここだけなんですけどね。ここのですね、1個目、2個目、3個目、ですの折り目、この3個目の折り目にですね、この新しく、これを溶接しようと思っている鉄板がですね、ちょっとかぶりますので、この R のところですね、で結構 R のところギリギリまでサビが来てるんですけども、実際は半分ぐらいですね、このぐらいまではまだそこそこ鉄板の厚みがありまして、そのまま残しても問題なさそうなので、こっちをですね、大体半分
半分だといきなりすぎるんで、まあ3分の1ぐらい、ちょっとこっちを落とします。で、ですね、ちょっとここ3分の1ぐらいカットしました。それでですね、ここがですね、こういう感じでこう反ってますので、でちょうどこの45度ぐらいですねに向かって、こうここがこう反ってこう折り返してまたこっちに走っていくっていう感じなんですね。ですので、ここが結構ないので、ちょっと耳ここ少し耳残しました。で、ここをですねこのラインに沿って一旦切ってしまいます。で、それからですね、これでこの R を、本当にちょっとの距離ですけどね、このぐらいの距離ですけど、この R を、次に取りまして、で最後にこの、このくぼみですね、このくぼみのところを作っていきたいと思います。とりあえず、溶接の手順はですね、まずやっぱりこれを先に決めちゃってからどんどん蓋をしていくような感じにしようかと思います。でこっちはですね、こっちが終わってからやろうかなって今の段階では考えてます。では、ここをですね、カットします。R はですね、ちょっと、こっちに向かって少し若干ですけどこう薄く幅が狭くなってますので、まあ、ちょうどこの辺で取るのがいいのかもしれないですね。この辺とこの辺ですかね。でちょっとカットの前ですね、このシーラー邪魔なので、シーラーを切っちゃいます。これここのこれ切ったやつなんですけど、なんかちょうど幅的になんか良さげなんで、これちょっと取っておきます。ここカットしました。それでですね、なんかこれが良さそうだったんでちょっと当てがあったんですけど、向こう側と比べた時にですね、幅がちょっと、あまり芳しくなかったんで、ちょっとこれでね、型を取って、この幅でちょうどね、このフェンダーのこの幅なんですけども、この段差があったと思うんですけども、なんとなく良さそうなんですけど、ここまっすぐじゃなくてですね、こうカーブしてるんで、でちょっと細くなるんですね。まあこう、こういう感じですよね。まあこっちでも、まあ、平らにするといくらかこういう感じですよね。なんで、良さそうなんで、
まあ、なるべく、無駄がないように、まあ、これまた広いところ使えますので、でこれでちょっとカットします。
それではですね、ちょっとカットします。これでやるとかなり暴れるんで、ベルトサンダーでですね、削り取っちゃいます。ここをですね、カットしました。で、これ耳がですね、こう、かぶってますので、それをグイグイ起こしました。それでですね、こちらですね、とりあえずこういう感じで、もうちょっとここ削るのがダメかもしれないですけど、こういう感じで、つきます。そんで、終わりましたらまたここを重ねていくような感じですね。で、このこっちはですね、ここも鉄板、こんな感じで切って、また表でこれ、穴開いてますからね、貼りますので、とりあえず裏を仕上げてから表直すような感じですね。なので、まあここは後からでもいいんですけども、まあ濡れ、刷毛が入らないかもしれないんで、一応塗っときます。
ですね、ちょっと仮付けしたんですけども、こっちの鉄板がですね、思ったより薄くてですね、穴開いちゃいますね、今はこれレベル、数字で2でやってるんですけども、2でやったらここ穴開いちゃったんですね。で1でやったらですね、団子になるだけで、ここに母材がちょっとうまく溶けてくれないのでまた2でやってます。ちょっとね、細かく、点付けをですね、いつもより細かくして、重ねて溶接をやっていきたいと思います。ちょっとですね、ここが、あんまりうまくいってないのでここ一回、取ってですねもう一回、やり直しします。仮付けやり直します。でもうちょっと、溶接してですね、本溶接せずですねまだこっちありますから、それでやっていきたいと思います。
ですね、今ここまで作りました。ここにですね、この溝っていうかこの、へこみがあるんですね。ここからこの辺、この辺から、この辺にかけてですね。でこれちょっとこれここで、クキッとこう絞りましたけども、これをベースにですね、ここに貼る鉄板をですね、作っていきたいと思います。これこう曲げたんでは、再現できないので、ここでマスキングテープでですね貼って、この R のこの R をですねそのまんま、鉄板で切って取って、でそれで、貼れば、いい感じになるんじゃないかなと思います。あとですね、もう少しここ向こうはですね、ここ段差がなくてですね、ちょっと なだらかなので、ここをもう少し削って、なだらかにします。ここはですね、うっすら、そんなに鋭利な、直角ではないんですけども、なだらかな折り目ですので、ここも、溶接しながらですね、ちょっと加工しながら溶接していきます。こんな感じですね。